レミーロ二世は、アラゴン王。アラゴン王兼ナバラ王、サンチョラミレスの子。ペドロ一世の異母帝、アルフォンソ一世の同母帝。よく知られる、ラミロ二世という名は、カスティーリア王国の言語である、カスティーリア語の名である。1134年のド母ボアニア,アルフォンソ一世の死後、アラゴン王位を継いだが、ナバラ王位には、ガルシア六世がつき、父、サンチョラミレス以来続いていた。 同訓連合は解消された。俗児を嫌い創籍にあったが、兄の死により仕方なく、王位を継いだと言われる。また、兄と遺婚のある、カスティーリャア,アルフォンソ7世がサラゴサを占領していた。即位から翌1135年に、アキテーヌーコ・ギオーム9世の娘アニエスと結婚し、1136年に、一人娘、ペトロニーラを設けた。 そして1137年に生まれたばかりのペトロニーラを、隣国カタルーニャの君主、バルセロナハクラモンバランゲー4世に嫁がせると、同年11月に王位を、ペトロニーラに譲り、娘ムコラモンバランゲー4世に、アラゴンの統治を託した。こうして、アラゴンとカタルーニャの同君連合が成立した。退後、1157年に、死去するまでの20年間、レミイロは、 属世からは身を引き、ウエスカのサンペドロエルビエホ修道院で一、修道士として暮らした。ありがとうございます。